眠たすぎて、なんかいつの間にか寝てたんですよね。こんばんはでございます。寝てたらなんか左目が真っ赤になっちゃった。真っ赤になっちゃったけど大丈夫ですよ。なんか真っ赤になっちゃうんですよ最近。めっちゃ眠い。寝てたからね。だってさっきまでママピオが起こしてくれた。寝てた。落ちてた。落ち落ちのひなちゃん。今日はですね、クルージングイベントを行いまして、冬の海を走る、そうイベントだったんですけど、寒かったですが、ちょっとだけお外で撮影会とかしてたから寒かったのでね、ファンの皆さんはお家に帰ってぬくぬくイベントをちゃんとしてくださいよ。すごい綺麗なお船でした。なんかキラキラしとって、そうクリスマスっぽい感じのキラキラなお船で素敵でしたね。ぬくぬくイベント、お家に帰ってぬくぬくイベントするまでが今日のお仕事だと思ってください。結構近くでのお話し会もできて、あくらいの距離でね、個別話し会できたらいいかね、よかねよかよか。そう、無事が外れちゃったの悔やまれ、でもまたね、こういうなんかちょっとスペシャルなイベントがあればまたの応募をお待ちします。強制するの忘れて寝てた歯が。戻る。そうなのよ。みんながすごいお写真を上げてくれとって、 SNS に撮影会だった時の、すごいみんながニコニコでいっぱい撮ってくれてたやつが、撮ってからの嬉しかったよ。行けてない人もあれを見て、ぜひちょっと行った気持ちになってください。パシャパシャパシャって
ね、いい写真いっぱいあったよね。すごいなって、みんな撮るの上手。うん、カメラ、クリスマスコンサートも来るって方を送って、うん、カメラ亀戸籍で、そう、なのでその調子で鍛え上げられたカメラの技術をぜひ使ってください。来週なりますのでね。うん、来週があれだよね、クリスマスコーンもあるし、またお話し会、オンラインお話し会もありますから、また皆さんと1週間後も会えるのが楽しみに待っております。うん、ジャッキーさん、クマありがとう。クマ、うんうん、今日の3人が、今日息の3人のメンバーが、いつも一緒におるメンバー、そう、びっくり、楽しかった。なんか楽屋でそやかりんも入れて4人でワードウルフごっこしてた。そう、最初人狼ごっこしてた。そう、別にカードとか配ったりせずに口頭でやってたの。しかもに遊んでた、適当ジーロしてた。神戸のお兄さんとこありがとう。うん、今日寒くって、今日寒くって、本当に帰っても寒い、ずっと寒い。お布団じゃないともう出れない生きられない。うん、ぬいしゅさん、くまありがとう。くま、はいさん、くまありがとう。くま、うん、ね、雪降っとったぐらい寒い。今日めっちゃ寒い。うん、1週間ぐらいずっと雪降るぐらいの寒さらしい。でも大変、みんなも気をつけてね。うん、ありがとう ね。昨日と今日で2日連続会う人もね、割とおったけんね。みんな大変やと思って横浜から広島は遠いですから。うん、ポンタヘラキちゃん、くまありがとう。くま、うん、大変やんって思うよね。うん、
対移動よ。でもそれを私はめっちゃやってるので、皆さんに私の大移動体験できたのではないでしょうか。しかもあれ横浜やから東京駅まで行ったらもうちょっとかかる。横浜まだちょっと近く感じる。あれ横浜だってなる。うん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 。よいよい。そっか、新幹線が止まっとったよね。停電が起きちゃったかな、私は。帰れんのか、みんなは。帰れんのか。なんとか帰れました。よかったよかった。大変ですから、交通機関はちゃうのね。ねえ、帰れたみたいな、よかったでございますよ。めっちゃ人を通るの今日駅ね。いっぱい通った。なんか朝の曲全然ないんやけど。全然ないんやけど、だいたいいつもその新幹線の時に移動が A と C で撮ってたりするんですけど、 B にもメンバーがさ撮って、あ、ぎゅうぎゅうじゃないと今日はいっぱい人が乗るんやなと思いました。そう、 B に戻った。うん、A か E がいい。それも一緒一緒一緒。ねえ。わいが今 B に座ってます。今は混んでるやろうな。B に座ることってあんまりなくない。A か C か D かいい、ね、うん、飛行機は窓は一緒。どんな時も窓際が一番好き。
みんな B は嫌だ。まあ、15分が経過しました。本日は終わりますよ。そのみんなには伝えとこう。私明日ちょっとした手術を行うんですよ。そうで、ちょっとした手術を行うんですけど、ちょっとあまりの痛さだったら配信やらないかもしれないんですけど、なんかもう本当に痛い、もう無理みたいな感じだったら配信やらないんですけど、多分やると思うんですけど、でもちょっと痛くないと信じてるんですけど、今怖いかな、大丈夫と思ってるんですけど、そうあまりの痛さだったらね、配信はねお休みするよって感じで、まあ明日になってみないと分かんないんですけど、そうなのよ。ちょっとなんか、ちょっとなんかポコってなってるところをなんか切るみたいな感じです。適当な言い方。そうそうそう。ということでね。私自身が怖がってるんで今ビビリなので、私イエーイと思ってるんですけど、そう意外と大丈夫だって信じてます。今は怖い、そう、まあでもそのすぐ良くなるみたいなので、ちょっとした手術をしてきます。はい、ということでランキング読んでいきますよ。13位、おやすみグループさん、みんなおやすみ、おやすみだね。12位、瀬戸京太郎さん、夢のような2日間になったね、おつぴよー、ありがとうだよね。本当になんかこうみんなも近くで感じれました。ちーちー、はなちゃん大好きな、そう、あ、変わっちゃった。12位、かずひらさん、かずひらさんのことが好きな、そう。10位がつーさん、ゆっくり休んでお大事に、ありがとう、ねむねむ精神します。9位はつーやんさん、つーやんさんのことが好きな、そう。8位がけんいちさん、本当にお大事に、無理はしないでね、あら、ありがとう、大丈夫よ。7位がのりしょうさん、横浜とクルージング楽しかった、ありがとう、何も楽しかだよ、ありがとうね。楽にウォーギョさん、ウォーギョさんのことが好きな、そう。5位メイル君、リブピカチュウとして使っちゃった。メンバーがみんな、なんだあのピカチュウはって言ってたよ。そう、ユウちゃんのポケモンです。4位ポンタヒロアキちゃん、ポンタヒロアキちゃんのことが好きな、そう。3位ハンシタン、最高2日間ありがとう、気をつけて帰りますね、2日間ありがとう、気をつけてね。ねえザッキーさん、最高のロケーション、大切な人に結婚感情、ありがとう、すごいなんかロマンティックなロケーションでしたね。ラウラウシチュエーションって感じ。そして1位がドロロロパパーン、神戸のドリンさんです。ひなのカメコできて幸せ感情ね、えこのアイコンみたいにできてよかったね。また撮ってね、写真バシャ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 バ
ありがとう。はい、パチパチもありがとう。よいしょ。昨日今日で来れなくてね、お休みしてた皆さんも、なんかお仕事とかが食えてた皆さんもね、またいつか参加してください。はい、楽しいのでぜひぜひ、うん、来てくれた皆さんも、昨日とか今日も含め来てくれた皆さんもありがとうでございます。うん、どっちも来たよって方はもうすごいありがとう、うん、びっくり。はい、うん、皆さんとこう公園とかではできない距離でお話とかできたり、こう近くて楽しい思い出が作れるのはすごく嬉しいでございますので、うん、こうコロナ禍になって改めてね、ちょっとでも会える、ちょっとでも近くで会えるっていうのが嬉しく思うです、思うですよ。うん、うん、ねえ、うん、ということで、スペシャリーとコメントもありがとうございました。やめてない皆さんごめんなさいって、明日の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしないよって方はぜひぜひハートのボタン押してフォローして、明日の配信また見に来てね。あと Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、ということで今日まさかの寝起きでやっているので、なんかすごい眠そうなひなちゃんだったかもしれませんが、はい、ありがとうの気持ちはいっぱいですので、ラビングユーって感じですので、本当に、うん、それは知っててください。知っててください。ではでは、おつぴょでした。おやすみなさーい、おつぴょー。